そいつはハンピン・リューマンの白面だ。あいつらは金次第で暴力を受け負う。雇われの兵隊ってこと？そう言ったろ。で、俺にまだ何か？俺はこの町じゃちょっとした顔でね。でも兄さんは見かけたことがない。なんであんな連中に目つけられた？心当たりは？一応あるよ。あんたに話す気はないけど。釣れないな。さっき助けてやったろ。便利屋？桑名だ。厄介事なら相談に乗れる。金さえ弾んでくれりゃ警察に言えないような案件でもな。別に俺やましいことなんてないし、その手の仕事ならこっちもプロなんでね。なんだよ、同業者ってことか。こっちは探偵だよ、カムロ町の。なんだよ。よそ者のご同業が地元で騒ぎを起こした。あんたが俺の立場ならどうだ？せめて頭下げてもらおうって思わないか？名前を名乗ってこの度はお騒がせしましたって言うだけだ。この町の便利屋さんっていうのはそんなに偉いのか？礼儀を教えてやってんだよ。これが礼儀の教え方か？名刺の渡し方もなってね。今の避けたのは褒めてやる。おかげでこっちも火がついた。おいおい、がっかりさせんなよ。おい、なかなかのもんだろう。からでも。
今のはなかなか良かったぞ。いや、あんたもあんな頑張ってる。褒めてやるよ。おい、これ以上やったら軽い怪我じゃ済まねえぞ。そっちがな。口の減らねえ。二人ともそこまでだ。札がそこまで来てる。お、杉浦君。何、知り合いかよ。話は後だって。ほら、店の裏口から抜けさせてもらおう。